笹尾哲三郎、笹尾哲三郎、笹尾哲三郎、慶応四年八月十五日、1868年9月30日、大正三年、1914年12月30日は、日本のキリスト教の大衆伝道者、牧師、神学校教師、宗教家、賛美家作家。ヨドバシ教会初代牧師、聖書学校、 柏木聖書学院初代委員長。1868年8月15日伊勢安の軍、小賀村、後の新町、現在の三重県津市に、代々商屋の家柄である父、東道藩の軍部業、伊藤徳之助、母、僧の五人兄弟の罰子、三男として誕生。幼少期に父を亡くす。兄、七左衛門が、後見人になる。 その土地に中学校がなかったので、伊藤家が土地を寄付して、鉄三郎のために中学を創設する。中学時代には肺炎を患い生死をさまよう。1886年に、津中学を卒業後する。中学卒業後には、海軍兵学校を目指すが、身体検査で不合格になる。その後、貿易省になることを目指して上京し、慶応義塾に入学。 理財化に入り、実業家になるために経営学を学ぶ。成績優秀で、当時の塾長、福沢幸吉に才能を見込まれ後継者を頼まれるが、振り切って渡米する。1888年5月渡米して、ダージ牧師の家にハウスボーイとして下宿した。後に、カリフォルニア州3のゼノパシフィック商科大学に入学する。ダージプ人はかつて、 日本選挙を志していた。日本人の鉄三郎の救いのために乗り続けて、1888年12月30日に、ついにダージプ人の導きによって改心、キリスト教に入信する。1890年にメリマン・ハリスから洗礼を受ける。サンフランシスコでリバイバルが起きる。アメリカ留学中に、徴兵逃れのために、母親が笹置と、 養子縁組を結ばせる。る。伊東から、笹尾にな1891年大学を中退してサンフランシスコの日本人教会牧師河辺定吉のもとで伝道し日曜学校校長として働く後にシアトルで伝道をする1894年3月河辺定吉と共に帰国して6人で東京本郷町で小さき軍の伝道を始める 1896年島根県松江市に、秋山義五郎、三巻関太郎、土井周平と共に行き、奥谷の一部屋を借りて、バックストンの住む石山に通い、収容を受ける。笹尾は、バックストンの工芸を筆記して、後に、それが、石山講話として出版される。それ以来、バックストンとは、生涯の名優だった。 1897年末江の近くの広瀬出身の森山秀子と結婚する。バックストンの帰国後、1898年、上京して東京四ツ谷品の町に住み、自給伝動を行う。1899年、河辺定吉を助けるために淡路島に行き、中田茂春に招かれて上京するまで2年間滞在する。その時、 15歳の高田松太郎に出会う。後に、高田は、聖書学院に入学する。1901年7月神田神保町中央、福音伝道館に入り、中田茂春らと共に、聖書学校の修養性教育と伝道をする。炎の下に、創世記講義を連載する。1904年、淀橋柏木の聖書学院、後の淀橋教会に移る。近所に、 内村肝臓の自宅があった。1905年笹尾は、六幕園を患らう。中田茂春らが設立した、東洋選協会の幹部になり、聖書学院長に就任する。1908年養女に鈴鹿美和を迎える。1909年東洋選協会が役員制度を設け、笹尾が副総理に任命される。1910年6月、 アズベリー大学総長モリソン博士の通訳として日本全国を回る。その後モリソン博士の正体で渡米。イギリスから渡米したバックストンと共に全米を巡回伝道し、渡米し、バックストン家に滞在した。これをお友なえ旅行をと言った。シベリア鉄道を通って帰国した。帰国途中に GG ジージーフィンドレーのヨハネ書簡公開を熟読した。 8月22日駿河に着いた。帰国後兵庫県有馬温泉の関西心霊的、収容会で聞き迫る説教をする。9月12日夜に聖書学院行動で歓迎会を受けた。1911年に日本ホーリネス協会で中田監督と選挙士らの分裂事件の時には、両者の調停に尽力した。その際に、 ホーリネス教会の中心的教会である、ヨドバシ教会の初代牧師に就任る。1912年、内村勘蔵の娘、ルツ氏が病にかかった時に、内村の強い信頼によって、笹尾に信仰の指導を頼む。そして、ルツ氏は病死する。1913年聖書学院長と、ヨドバシ教会牧師を辞任して、ホーリネス運動から身を引いて、 独立時給伝道を開始する。全国を巡回伝道した。集会の看板には、キリスト教巡回伝道者と書くように厳しく依頼した。秋山義五郎が笹尾の巡回伝道に同行して助けた。1914年7月、笹尾の導きによって母層が改心する。11月に巡回先の鹿児島で病に倒れて、 秋山義五郎に伴われて帰郷する。昏睡状態の中で、しばしば、リバイバルをと呟いた。笹尾の病の癒しのために、全国断食疑等が、全国に広がるが、12月30日、柏木の自宅で46歳で、死去する。年が明けて1915年1月に、柏木聖書学院で葬儀が行われる。恩師バックストンは巡回中の朝鮮急遽より駆けつけ。 葬儀の説教を担当する。遺体は東京都豊島区の雑司会屋に夫人と共に葬られている。笹尾の幼女の三和は1917年に死去した。笹尾の妻衆は宮村伊三郎と共に赤坂福音教会で夫人伝道師を務めバーナム・ブレイズ・ワイとト宣教師の活動に協力する。1938年に死去する。 今日でも、明日の12月30日に、毎年ヨドバシ協会で、笹尾鉄三郎を忍んで、笹尾会が持たれる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。